演舞開演。どうも、本日はこちら、ポッカ札幌のトリュフ香る贅沢クワトロチーズポタージュを飲みたいと思います。クワトロってことは4種類のチーズが入ってるってことなんでしょうね。まあ、それクワトロと聞いてすぐさまゼータガンダムが浮かんでしまう自分はなのかもしれませんが、中身は先日のキノコと同じな感じですね。ではもちろん作り方も同じなのでお湯を注ぎます。混ぜます。そしてしばしお待ちを。出来上がりました。クワトロチーズ、では飲んでみます。チーズとっても濃厚ですね。さすが4つある。濃厚なチーズとパンの食感がまるでグラタンを食べているかのように口の中に広がります。トリュフの香りは先日のキノコと同じく相変わらずよく分かりませんでしたが、自分的にはチーズが濃いこっちの方が好みです。チーズ料理として楽しめるスープですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。